フォーマ N904i は日本電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。イタリアのデザイナー、ステファノ・ジョバン・ノーニとのコラボレーションモデル。ヒンジ部に蛇腹を設けるなど、これまでの NEC 端末とは一線を画すデザイン。装備ボックスデザインといった2つのボックスを重ねたようなベーシックかつグラフィカルなデザインとなっている。 内部のユーザーインターフェースもステファノが手掛け、待ち受け画面や、着せ替えメニューなど多くのコンテンツがプリインストール、されている。中でもステファノデザインした、アレッシーのマジックバニーや、寿司をモチーフにしたメニュー画面などが、特徴的。4月23日のドコモのプレスリリースに先駆けて、4月18日から、イタリア・ミラノで開催された、ミラノサローネに先行公開された。 通常の 90X シリーズでは初めて HSDPA に対応している。このためチャクータフルやビデオクリップのダウンロード時に力を発揮する。もちろん、フォーマハイスピードのサービスであるミュージックチャンネルにも対応している。また、携帯電話では最大クラスの解像度を誇る WideVGA 液晶を搭載している。また、N の高画質技術である。 モバイル社員ビューイン X 液晶も搭載しているため、高コントラストを実現し、画像はもちろん文字も鮮明に表示できる。輝度は約400カンデラに設定し、高精細液晶ながら屋外でも高い視認性を実現する。色度域は72%で、高輝度でも赤、青、緑などの原色も明るく色鮮やかに再現できる。フルブラウザは従来のものに加え、 日本の携帯電話で初めてピクセルテクノロジーズが開発したピクセルブラウザをフルブラウザとして採用した。このブラウザは画面を拡大、縮小したりするのが容易になり、ニューロポインターを使ってアイコン選択もスムーズにできる。また URL を打つ際にバーチャルキーボードが出て来るなど今までのフルブラウザとは大きく変化しているものとなっている。この端末のボタンは白色に光る。 外部メモリーはマイクロ SD 対応である。カメラ性能はオートフォーカス対応 CMOS 有効画素数約320万画素を搭載し、903i に続き、ウルトラテブレ補正機能を搭載。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約33万画素。音楽面ではヤマハと提携し、圧縮音源に対する高音域補正機能を搭載。歌、放題にも対応。 また、SD オーディオ、Windows Media Audio 形式の音楽ファイル再生に対応、またデジタル著作権管理に対応していることにより、n a p s t ー r 等の有料音楽配信サイトの利用もできる。利用に関しては、USB ケーブル、Windows XP、または、Windows Vista 対応パソコン、Windows Media Player 10以上が必要となる。フォーマ904 i シリーズ共通の機能の中では、 歌、放題、2-in-1 に対応した。GPS、3G ローミング対応。しかしながら、直感ゲームには対応しておらず、振るや傾けるなどの動作での制御はできない。動画コンテンツは、非対応。p e モードのメールは、ウェブメールとなる。i アプリは、桃太郎電鉄ワールド効果版、G ガイド番組表リモコン、DCMX クレジットアプリ。 携帯クレジット ID などをプリインストール。N904i のソフトウェアアップデート情報。ありがとうございます。